皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイくんです。スーパーマリオメーカー実況をやっていきます。よろしくお願いいたします。というわけで、まずはこちらのコース、ワリウッゾさんですね。よし、 Go home You are drunk。 めっちゃ楽しそうですね。クリア率が 8% ぐらいでございます。よし、もう帰れ、お前酔っ払ってるやんけ、みたいな、そういう感じでしょうか。意味は間違ってたらごめんなさい。俺かい俺がヨッシーなんのか、酔ってる俺がヨッシーなんのかむっちゃ酔ってもうてねん。これちょっと帰れる？大丈夫？道見えねえんねんけど道倒れた、やばい脱げたら、これどういうこと。これヨッシーになって、しっかりと私はね、ヨッシーです酔ってる、これ難しいね。酔ってるご自分としては全く道が見えないが、なんとか家に帰宅して、あー帰宅できずデデー、さあ行くぞ。これもしかして、これ取らんかった、そうやね、このキノコや、あーこのキノコが酔っ払いの元凶でさ、ヨッシーにとってはこれが酒みたいなもんですね。だからこれは絶対に取らない。うん、飲酒運転なんて絶対してはいけないって。これめっちゃむずない？ここ左抜けてきたよね。左抜けよう。はい酔ってまーす。ヨッシーさん、自分にも酔いつつ酔っ払ってます。何のこっちゃかわからへんけど、まあほい、これ上行きたいね。オッケー。いや、これは酔うやろ。これは上行けんのかな。酔うしかないね、これは。酔っ払ってこれ乗って、うわ、これめっちゃ難しいぞ。ひーやめて、そんな道ある、そんな帰り道あるか。うん、上行け言うてるから上行きましょう。これヨッシーの家ちゃうなんとか家に着いて、トイレない？トイレが欲しいねんけど。これダメ、絶対ダメやと。これ違う、これは酔うよね、これ絶対酔うよね。あれ、あ、全然大丈夫やった、やった。今のだからウコンみたいなもん、今のウコン飲んで、はてな、上に、いや、これはね、急いで行った方がいい気がするんで、急いで行きましょう。すると右行けと言ってる、そうなる。バーバー落ちわからへんタイムアップマジかさあ、やっと帰宅、急いで帰宅しなければ。多分これタイムアタックって、要するタイムアップか、タイムアップって要するに履いても、これトイレやんなこれ絶対トイレやんな。履いてるうちにトイレになんか入って流されてもうた、そしたらそこはバーだったみたいな、そういう流れでしょうか。かなりここが謎なんだが、笑わせていただきました。よし、寄ってる場合ちゃうで。まあまあ、わかるよ気持ち。マリオにいつも捨てられて、いつも捨てられてはね、地獄に送られてるヨッシーとしては、まあ、酒飲まなやってられない、そういうことでございますよねめっちゃ面白かったこれというわけで、ワリウッゾさんのヨッシー5本 You are drunk クリアでございます。ありがとうございました。では次も、次のコース参りましょう。続いてこちら、コラプスジェネレーション、クリア率 1.23% いってみましょうか。コラプスジェネレーション、コラプスがわからない、ジェネレーション確か世代やったよね。ほうほうほう、これいきなり難しいんか、これグーオッケー入っていく。いきなり強制労働させられるとは思わなかったけども、さ、下で、うんうん、下でなんかくすぶってるけど、お前が発射、お、なるほど、これは楽しいぞ。急いだ方が、急いだ方がいい。これかなり楽しいステージな気がするけども、プクプクーと見せかけてワンワン、このコンボがなかなかやりて。さあ来い、亀と勝負を今からします。亀のくせにあんなに速いっていうのは正直ショックなんだが、ここはジャンプで OK、 いいぞ。で、よくわからん、でこうして乗る、乗ったらどうなる、え、あ、なるほど、これで俺の勝ちは、結構は右に走れと言ってます。右に走れ、うわ、いや、今のやつ、いや、うわ、甘え、なんや、どういうことや。これ踏んで、カロン踏んで、いけるか、花ちゃん踏んで、ワンワンが放し飼いされている、でかい、勝ったやろこれ多分ね、勝ったんじゃないか。よし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 、相当楽しんでますデイ君ね、相当楽しんでるんで、皆さんもぜひ楽しみましょう。さあ、これも勝負やと思うんで急ぎますが、これは避けれる、大丈夫、あ地味すぎる食らい方。まずこれかわして、でここちゃんと高く飛んで、おー、オッケー、プクプクの橋渡って、これはやるとオッケーなると、やばい、追いつかれてんぞ、いける、大丈夫、これは多分コインの通りに行ったらいいと思ったら全然そんなこともなく、まず飛ぶ、これ楽しいよ。音ないな、そういえば音ないのが正解らしいんだけど、プクプクの橋を渡って、さあ踏んで、ここで飛ぶ、で次があんま飛んだか、でこうしてオッケー、いいぞ、これはどうしたらいい、ここへ、ここへ飛んだぞ、踏んで
飛んで、また花ちゃん。またお前かやな。ほんで、こうしてからの、カロン。うん。楽しいやろ、これめちゃめちゃ。で、これは高く飛んで、飛ぶ。よし、お前なんや、お前なんや。オッケーオッケー、ここにいたら多分大丈夫。よし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 。めちゃめちゃ面白いです。めちゃめちゃ楽しんでます、ベイ君。そして中間をくれるのが何より嬉しい。さあ、第3戦スタート。え？え？あ、しまった。しっかり画面見てこう。ここで、こうして、で、ここに止まる。で、ここでまた飛んで左行くんか。楽しい。すげえ考えられてる。で、ここ入って、P で、OK 行きましょう。おい、これやばいぞ。これやばいぞ。追いつかれるぞ。鎖は大丈夫やった。忘れていた。このコースマジ面白いわ。ここ間入れないね。今のは怖かったんで入れない。で、これ避けて、次もう一匹いけたよ。で、こうして、オッケー。今のロスまずいんじゃないかい？間に合う。まだ間に合うぞ。で、うーわってやった。あ、わっ。こうしてからの、こうして、まだ続きますよ、これ多分。まだ続くぞ。うわー、花ちゃん。花ちゃん。いいね。んで、飛ぶ。これはわからん。上に行ったらいいのか？わからへん。わからへんけども。違うよね。絶対違うよね、今の。何かしたらよかったんやと思うねんけども、悔しいね。今の一発で行きたかったな。まず、ここでちょっとタイムロスを強いられてからのワンワンを越えて、一発でここ行けないのがショック。で、ここがかなり高いジャンプ。オッケー！行ったやろ。んで、待つ。で、待ってからの、ここで花ちゃんゾーンね。花ちゃんゾーンを越えて、で、怖い怖い。ここがいまいちよくわかってないけど、多分待って、乗って、で、おー、いけた、いけたぞ。なんか知らんけど、いけました。これは嬉しい。そしてゴール。よしよしよし。このコース、かなり面白かった。まさかね、亀があんな速いとは、ウサギと亀ならぬ、亀とウサギもちょっとようわからん。うまいこと言えなかったんがショックですが、非常に楽しいコースでございました。コラプスジェネレーション。非常に楽しかった。というわけで、次のコース、参りましょう。続いてこちら、ユイト Z さんのコース。クッパから逃げろー。青、OK、赤、ペケですね。多分、なんとなく、タイトルからわかるんですけども、非常に楽しみでございます。青が OK やね。青に行けばいいやな。多分ね、青の何かがあるから、ほうほう、これがスタートしてね。OK、楽しいね、これ。さあ行きましょう。青、青、え、これ緑やんな、これ緑やんな。え、これ青なん。まあいいや、とりあえず緑の方に行ったらいいのかな。これ難しい。さあ行くぞ。クッパが迫り来るが、私はなんと、でも、じゃあ、スピンジャンプをしっかりと駆使すればいけんじゃないか。こういうことね。オッケー。いいぞ。よし、高くジャンプして、真ん中入って、え、めっちゃ迫ってきてんねんけど。怖い。やっぱこいつストーカーやな。むずいが、なんとかいった。よしよしよし。これ一発で行きたかったけども、めちゃめちゃスリリングで。死んでたね。スリリングで熱いコースでございました。さすが面白かったです。というわけでクッパから逃げろクリアでございます。クッパの相変わらずのストーカー気質、本当に怖いんですけども、なんとか逃げ切りました。非常に楽しかったです。では次のコース参りましょう。続いてこちら、マー君さんのコースですね。花ちゃんの鼻息をたくさん集めたらやばいことになったネタコースでございます。めっちゃ楽しみ。この人のね、ネタコースいつもめっちゃ面白いんで、さあどんな感じの鼻息をお見せしていただけるんでしょうか。入ればいいんですかね。すると、おお、見て、汽車みたいになってる。なんかしかもちょっと立体的で気持ち悪いというか、モコモコしてる感あるやん。しかもなんか燃えてた今。明らかに燃えとったぞ。下も見て、花ちゃんの足、そこも注目してください皆さん。重い。皆さん、これスローにしてるんじゃなくて処理落ちです。足がムカで超えてるやん。あれ1000ぐらい足あるやん。全部が面白い、全部が面白いし、処理落ちをするというね、恐ろしいことになったが、なんとか私はクリアしてみせます。やはりこのマハ君という人は計り知れない存在でございます。めっちゃ面白かった。しかもなんか赤くなった時が燃えてる感じがして、それがまたね面白かった。というわけで今回はこんな感じで終了です。ありがとうございました。花ちゃんの花息をたくさん集めたらやばいことにクリアでございます。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。ホロリングゲームズのベイ君でした。バイバーイ。